2003年の MLB オールスターゲームは、アメリカンリーグとナショナルリーグの間で行われた74回目のオールスターゲームである。2003年7月15日に、シカゴホワイトソックスの本拠地 US セルラーフィールドで行われた。試合結果は7から6でアリーグが勝利した。MVP は3アンダに打点、6回に2点本塁打を放ったギャレット・アンダーソンが受賞。 この年から勝利したリーグのチームにワールドシリーズのホームフィールドアドバンテージを与えるルールが加えられたため2003年のワールドシリーズではニューヨークヤンキースにホームフィールドアドバンテージが与えられた。始球式はモハメド・アルが務めた。勝ち、ブレンダン・ドネリーハイ、エリックが 2S、キース・フォーク・ホン・打ダー、NL、トッド・ヘルトン・リュー・ジョーンズ・フォン・エール。 ギャレット・アンダーソン・ジェイソン・ジアン・ビハン・クブレイロック。先発は、野手は、ファンの投票。投手は各チームの監督によって選出された。ファンの投票によって、各ポジション上位1選手が選出された。最多得票は3年連続で、シアトル・マリナーズの一郎。チームからの選出に漏れた選手の中から各リーグ5名が、選ばれ、最後の1枠をかけたファン投票が行われた。 投票は MLB 公式ウェブサイト上でのオンライン投票で実施された。結果はジェフ・ジェンキンスとジェイソン・バリテックが選出された。第19回本塁打競争は両リーグから各4名が出場、8選手勝ち残り方式の3ラウンド制で行われた。決勝で9本塁打を放ったギャレット・アンダーソンが優勝。ありがとうございます。